そもそも僕はあんまりね、最近になってようやくちょっと言い出しておりますけど、あんまり気の話はしないようにしてますね。それはね、最近はだいぶ変わってきてはいるんですけども、僕が縦串体操体系化した時、2011年とかそういう時は、まあオウム真理教の事件がね、昔あったりして、スピリチュアルブームが来て、またねそこでいろいろな問題が起きてっていうのがあったので、あまりねそういう風なことを毛嫌いする人も多いわけですよ。木とか私はそんなんは怪しいのは嫌ですとかね、別に怪しい世界ではないんですけども、そういうふうに色眼鏡で見てしまう人が多数いらっしゃるので、だから木のことに関してはですね、全然明言せず、体操、ただの体操としてやってきました。これは万人目線、そこだけです。あの木が関与してるよとか言っただけで去ってしまう人がいるのでね、だからそういった部分は明言を避けているというか、もう言わないようにしてきたんですね。ただし木の研究、気候の研究っていうのはもう古くから僕もやってきて、最初呼吸法、僕体ボロボロになった時ね、改善させるのに呼吸法をやってから、気功、それからヨガっていうのをやっていったんですね。だからそれだけやってきたからこそ、この縦腰体操の中に気功の要素をね、気を取り入れる要素をいっぱい取り入れてます。気はどこにあるかっていうと、大自然の中にあるんですけど、気とかね、風とかね、それから地球の中心からも気は入ってきますし、それから宇宙全般から気っていうのは入ってくるようになってるんですけども、そういうことがね、縦腰体操でねやってたら、気功とか気のことを意識してなくても体にねバランスよく気が入ってくるように仕組んで作ったんですね。だから縦腰体操っていうのは、言ってみればですね、もう優れた気功なんですよ。気功歴何十年の先生がこの体操すげえ、せこいって言われたぐらいの体操です。今やってみて分かったと思いますけど、めちゃめちゃ元気になりますでしょ。なんでこんなに普通の体操と違って元気になるねんと、なんか普通の他のストレッチとかとちょっと次元が違う体の変わり方するなっていうのは、これは見えない世界のことが関与してて、気が体に入ってくるように仕組んであるからなんですね。でも気をつけないといけないのは、でもっていうか気をつけないといけないのは、気功をやって失敗する人っていうのが非常に多いんですね。っていうのも、精神的におかしくなっちゃったりする人もいるんですよ。気というのはバランスが非常に大事で、強ければいいってもんでもないし、どこにどういった気が入ってくるかっていうのも非常に重要なんですね。で特にこのクオリティっていうのがありまして、気はいろんなクオリティの持った気があるんですけれども、一番ベーシックなのは熱性の気、これ一番感知しやすいです。熱性の気っていうのは熱い気です。あったかい気、熱性の気。それから反対の冷静パスタです。冷静の気、冷たい気。それから重性の気といって重たい気です。この3つなんですよね。この3つの気がバランスよく体内に入れば、大自然にあるところからバランスよく入った時に体は元気になるんですけども、これのバランスがね狂っちゃってる人が多い。ほとんどのね世の中で、気功の歴史って浅いんですよ、中国でね。気功のもっと前身があるんですけどね、気功で一番分かりやすいのが熱性の気なんですよ。これ誰でも熱くなったって感じやすいので、もうほとんど気功ってやられてるのは熱性の気を集めるってやってるんですね。で熱の気っていうのが非常に強ければいいってもんじゃなくて、危ないわけ。入れるとこを間違えたらあかんのですよ。で分かりやすく、頭部と胸部と腹と言います。頭、胸、腹と言いましょうか。これは、東洋医学的に言ったら上丹田、中丹田、下丹田と言いますけど、この3つの中にね、おはやすみ体操で3つ動かす部分ですよね。その中に気が入ってくるんですけども、はい、その気が入ってくる田んぼが丹田って言われる部分なんですけどね。でそこに気が入ってくるのにバランスが大事なんですよね。バランスっていうのはどのクオリティかが決まってるわけですね。この一番感じやすい熱性の気、熱い気というのは分かりますよね。俺に任せろってやらないですね。俺に任せ、こっちですね。つまり胸に、胸っていうのは自信、情熱、やる気の源ですから、胸に熱い気が入ってくればいいんですよ。だけどほとんどの人が頭に行ってしまったり、そうすると頭寒足熱と逆のことが起きてくるんですよね。胸に入らないといけない。胸から上に熱い気が逃げてしまっているとダメなんですよ。でそれで気功をやると間違えてやってしまうことがあるんですね。でなんで気のバランスが悪くなってしまうかも、それちゃんと理由があるんですけど、それちょっとこの後言いますけど、次、冷静の気、冷たい気は頭に入ってくる必要があるんですね。これ胸に入ってしまうと胸が冷めた人になります。何も感動しないし、人が困ってても助けなかったり、人が目の前で倒れてても何の反応もないっていうような人になってしまいます。お腹が冷えたらお腹壊しますし、お腹が壊すと全身の機能弱りますよね。だから冷たい気は頭に入らないといけないわけです。熱い気は胸、そして最後重性の気、重たい気は下腹、腹に入る必要があるんですね。だからどっしりと下に落ち着くわけですよ。でこの重たい気が胸に入ってしまったら、やっぱり鬱っぽくなります。胸が重いってなります。この重たい気が頭に入ってしまったら、頭が重いってなりますから健康に生きていけないでしょ。だから重たい気は下腹にしっかりと落ちる。
これ3つ溜まっててたらこれめっちゃ素敵でしょ。よく聞いただけで素敵じゃないですか。だって胸が熱くて、かつ頭はクール冷静で、下腹はどっしりと落ち着いてる。落ち着いてんじゃないですか、落ち着いてる、そういったら一番素敵でしょ。これがね狂うんですね。それが狂わないように絶妙に整うように縦腰体操は作ったんですよということなんです。だから気のバランス崩れてますっていうのは、崩れてますと思い込まされてると思いますから、崩れてるなんて思わないで縦腰体操やっとけば勝手に整いますので大丈夫だよでございます。そういう風に縦腰体操作ってますので、実は気功というのは僕かなり精通しておりますが、あんまり外には出さないようにしてますけどね。でも気っていうのはね、全然怪しい世界じゃなくて、日本でも気を使った言葉っていうのいっぱいありますね。だから体が緩まっていないのに気功の訓練ばっかすると非常に危険です。これは 100% みんな失敗してます。だから本来気功も気功よりもっと全身のものがあるんですけど、中国でも日本の古神道深いんですけどね、体をまず緩めることっていうのが一番ほんまは大事やで、それがもうほぼ9割以上やっていうふうに教えてるんですけど、やっぱそこが抜き取られてね、テクニック論に走るので、みんな硬い体のまま気功をやっちゃって体がおかしくなったりしてる人多いですね。その点縦腰体操っていうのは深い脱力が進みつつ、まあ、進むからこそなんですけど、気が体内にちゃんと入ってくるように仕組んでます。それは体が緩まるにはどないしたらいいかっていうことを、まあ、心理学的にも脳科学的にも、そして解剖学、生理学、運動学的にも研究したものを全てミックスジュースにして作ったのが縦腰体操だからということです。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。